に火をつけてしまった。もうこの火は消えへん。誰もうちの体に火をつけてくれへん。誰かつけてえな。楽しいですか？結構。今日はよろしく。こちらこそ。なぜ二人はここに。入りなさい。あれさん、あの話っていうのは何か。お前、何やってんだお前。ほぼうだ、ほぼうでございます。ほぼうだ、ほぼうだ、分かってんねん。ほぼうだとかいうのはお前何やってんだお前。ここでバカやるお前。おい、私はここのあの姉さんに呼ばれたんです。なんだって？その通りよ。エロー、エディ。すみません、美味しいところなんで。もう一回やらせてください。もう何回でもきっちり回しちゃう。閉めるばかりかくね、エロー。その通りよ、からじゃ。はい、その通りよ。だって姉さんに呼ばれたんですよ。なんだって？その通りよ。いや、三代目。のりよ。はい。こちらさんは、確かに私がお呼びした人だよ。いや。今日からうちで面倒見ることになったから、よろしく頼むよ。ほぼうだ、ほぼうです。よろしくお願いします。こいつは、だからほぼうだ。お黙り。私に意見しようってのか？いや、そっちにつける。この世界初めてだってから面倒見てやっておくれ。しかし、わかりました。こちらの方、ずいぶん男っぽくてらっしゃって、私のタイプ、極道を絵に描いて過ごしてらっしゃるのかしら。お会いできて光栄です。ナイスツーウィーティユー。お前さん、なんだよその喋り方は。いや、あの、物心ついた時からこういう喋り方でして、あの、小さい頃からあの女の子の姉妹に育ちまして、あの、なんて言うんですか、アルバムなんか見ると、あの、プールなんかの写真見ると女の子の水着で写ってたりなんかしますよ。小学校、中学校、高校とばご近所では、ほぼうださんとこのほぼうくんはほぼなんじゃないかな、なんて言われて。でも、それはあくまでも噂なんでございます。噂、はい。姉さん、だからあの、こいつどっから引っ張ってきたんですか、このやつ。いや、なんでも男だけの世界に就職したいって松方さんの親分さんの紹介でしょうがないんだよ。手をこう持ってくのやめろって言ってんだ、男らしくバカ野郎。でもあの、ほぼっぽく見える人ほど怒ったりすると急に力強かったり、ガーだって変な力が出ちゃったりなんかするもんですよ。力はいらねえんだよ。ねえ、あれも、うちの組っていうのは、ね、暴力ギリギリまで暴力でいくのかと思いきや、こういう道具を使いながら必ずその後に暴力はしない。暴力は反対というわけだな。うちの百号は自分の声で大きな声でうちの尺を呼んでみろ、姉子の前で。はい。交通安全。手を挙げて横断歩道を渡るのがうちの尺。昔松崎誠っていうのがバカ。甘えるな、姉子に。もう一回聞いてみ。はい。でも出てみばけるうちの。同性愛、やだ。やだじゃないんだよ、やだじゃないんだよ、お前。同性愛ってお前3つだろ、お前。このタイの立場は。
甘えるな、組で別れるわ、この野郎。まあいいじゃないか。まあうちの組も二人っきりだし、まあ人手不足で、まあ質より量ってことで。いや質より量もわかりますけど、姉軍はちゃんとしっかりしてくんないと、こいつうちの組入れてどうするんですか。何考えてるんですか、兄を。よし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 。よしよしよしって、お前本当はお前女の人が好きなんじゃねえか、お前。そんなことはございません。あくまでもホモっていうのは噂ですから、女の方が好きかもしれません。まだ経験がないんですから、そんなこと言わせないでください。でも本当にこんなやつ、うちの組にいるんですかね。姉子、姉子が甘えてどうするんですか。しっかりしてください。僕とになれば、僕のホモ説も返上されるかもしれないな。ほうき。頼むよ、ノリオ。気味悪いのはわかるけど、なんとか一つ面倒見てやっておくれてないか。や、姉さん。松方の親分さんの頼みじゃ断れないってことぐらいお前だってわかるだろ。姉さん、そんなに親分のこと。この世界に向いてる男かそうでない男かぐらいわからないでもないんだけどさ、お前を男と見込んで頼んでんじゃないか。うん、あいつをノリオ、お前の力で男にしてやっておくれてないか。姉さんがそこまで言うにした、なんとか私が。ちょっと、すいません。今ちょっと、すいません。やっほほー。今やっほ。あら？その形。なんだよ。もしかして手伝いましょうか。そんなこと言ってねえよ。余韻で楽しんだ。僕ジャズですよ。どうなさいました、姉さん。本望田さん、もう一度考え直してみたらどうかしら。他に何かやってみたいことはない？協力するわ、できることなら。姉さん、いい気を引いた。そういうことされると、僕だって男ですし、僕がホモだっていうのはあくまでも噂ですし、そういうことされると、僕だって男の本能がムクムクと頭を持ち上げてきて、でも女の人の
女の人の匂いにはかなわないや。地下室には何かあるんですね。地下室あるんだよ、あれ。あ、食べちゃうの、うん、いや、本当に甘いものは食べますよ。ここが痛くなるまで。うちの近所にアルプスってあるのよ、はい、ああ、成城の成城、有名でしょ、はい、あそこで昔、あのマドレーヌ、はい、あれをドラマやってる時にね、うちのスタッフにまあ、みんな差し入れ出すよ、うん、5チコぐらい買っとけよと、明日持ってくからと。だからそのスタッフからスタッフへ、スタッフからスタッフへって伝言ゲームになってるから、一番最後の入ったばっかりのやつがマドレーヌ、あ、芸能界だから皆さんに配んだなと思って、50個って言ってんのに25個入りの マドレーヌを50箱、あの成城のあのお店にアルプスに夕方頼み行ったの。そしたら知り合いだからやってくれたんだよ。えー、って言わないで、や、ま、真面目に受けちゃって、750個、いや1000いくつだよ、全部でなんか30くりとかもあったから、これ1000いくつ頼んじゃって、これ事務所が入ったらこんなんだマドレーヌが、えこれ全部マドレーヌなのって十何万だよマドレーヌ。でそれをドラマ持ってて、みんなもう AD さんからみんなに一箱ずつ、そういう思い出あるよ。もうちょい、もうちょい、それしぶだけでしょ、グリム。あ、もう好きだったんだよ。誰やな、おい。すごい美味しそうにはどうですか、食べますか。あの垂らしたのが怪しいね。普通はね、シュークリームはあの垂れてるのが美味しい。知って。これをすぐ、まあどんな番組なんだよ。これをすぐ。で吸えねえよ。あ、吸えないって言ってるよ。うん、あれ。これでやっぱコーヒーとかエスプレッソとかそういうの行くんですか、甘いのは。そうだね、わ、うん、かりました、片石さん。あれ怪しいな。これ怪しいでしょ、チャンさん。でもここはきっちりやっといた方がいいですよ。そっちは決まってますから。どうぞどうぞ、どうぞ、一発、もう一発で決まってます。どうぞ、真面目な話、なんかダメなのあるわけでしょ。あるよ。ダメでした。本当にダメなの。全然ダメ。みんな食ってたんだよ。超我慢したから。過去にこれを食べたことが見た人いないもん、私がこれを食べたっていうの。だからそれは食べてないから、うん、食べてたの今日。 どうでした、やっぱダメ。初めて。初めてでもないんだけど、なんだこんなもんっていう。なんだこんなもん、ものですね。いやいや、なんだよ言いながら見ちゃってんですもん。